皆さん、こんにちは。パリ五輪の柔道の最終種目の混合団体が8月3日、シャンドマルスアリーナで行われ、日本は決勝まで進みましたが、東京五輪金メダルのフランスに代表戦にもつれる死闘の末に、3、4で敗れ2大会連続の銀メダルに終わりました。そんな勝負を決する方法について一部で論争が起こっています。今回は、この決着方法やそれについてのメディアの反応、フランス柔道連盟会長のコメントなどについて紹介していきます。柔道最強国をかけた頂上決戦はまさに死闘で、会場がフランスの代表選手たちに一喜一憂し、ライバルにブーイングを浴びせる異様な空気の中、完全アウェーの日本は3勝1敗とリードを広げていました。そんな中、日本が先に王手をかけたエースの阿部一二三選手でしたが、1階級上の銀メダリストに敗れる波乱などがあり、3勝3敗で追いつかれると、勝敗は第7試合の代表戦に委ねられ、対戦階級は会場の大きなビジョンでそれぞれの階級の数字がくるくる回るデジタルルーレットの階級で決まり、フランスの英雄のテディ・リネール選手の90キロ超級となりました。決着をつける階級が青い文字のプラス90キログラムのところでピタリと止まると、会場は割れんばかりの大歓声に包まれたといいます。そんなテディ・リネール選手は今大会100キロ超級で3度目の五輪王者に輝く母国の英雄です。第4試合に続く対戦となった斉藤立選手は、この極限状態の中で斉藤は粘り強く戦いましたが、ゴールデンスコアで一本負けを喫して五輪史に残る名勝負に決着がつき、3勝4敗で敗れて銀メダルに終わりました。そして五輪の公式サイトでは、観客は熱狂した、土曜日の試合後に引退するつもりだと語っていたリネールが、斉藤との代表戦に選ばれたのは柔道というスポーツが彼の伝説的なキャリアがまだ終わっていないと決めたかのようだった。彼が選ばれると観客は再び熱狂した。2人が畳に上がると観客全員が固唾を飲んで見守った。リネールは得意の技で斉藤を破り、自らの伝説を確固たるものとした。そして金メダルをフランスに持ち帰ったと、100キロ超級の金メダル獲得後にリネール選手が今大会を最後に引退することを示唆した発言に重ね、ルーレットの決定をよりドラマチックなものに例えていました。ただこの展開に現地記者は大興奮で、地元メディアクリプトストのジャーナリストは、テディ・リネールをゴールデンマッチに送り込む、ルーレットはまさに伝説に残ると大喜びし、同じくフランスの地域紙ルテレグラムのジャーナリストは、ハハハハハハ、またリネールだ、このルーレットは素晴らしいと自身の X 旧 Twitter に綴り、この革新的なシステムを歓迎していました。ですが一方で、デジタルで選考される方法に疑問の声が上がっており、地元記者のバスティアン・ブランディン氏は運が良かったと漏らし、このルーレットシステムはフランスの管理官によって操作されているのかと疑惑の目を向けていました。また欧州メディアからも異論が上がっており、ポルトガルのスポーツメディアの記者は、どんな種類のデジタル抽選であっても私は信頼できないと述べ、この選考方法に憤りを隠せない様子で、続けて柔道のルーレットシステムがこのスポーツに対する私の新たな不信感を抱いたと断じ、反対を示唆していました。地元フランスにとってはこれ以上ない舞台が整い、最高の形で幕を閉じましたが、テレビ中継で解説を務めていた元世界柔道100キロ級金メダリストの穴井隆正氏も、ルーレットでリネールが登場したことに、あそこで90超えになるかな、何でそこになるかなと思わず本音を漏らす場面も見られ、やっぱり彼はそういうものを持ってるんですかねと、絶対王者の引きの強さに脱帽していました。そしてこの試合後、日本をはじめとする SNS でも、英雄リネール選手の登場を決めた抽選方法が波紋を呼び、 X 上ではデキレースがトレンドワード入りするほど懐疑的な意見が広まっていました。また国際的にも反発の声が相次いでおり、あの柔道のルーレットはフランスの英雄を登場させるために完全に仕組まれたものだった。私はフランス人だが代表戦の抽選は
フランスに有利になるように操作されていたと思う。日本よ、君たちはメダルを獲得するに値する。全くの茶番だ。君たちがリネールに素晴らしい結末を用意したかったのは理解できるが、魔法のようにランダムにどこからともなく最終的に90キロ級超えになったのか。ルーレットのプログラムは調査されるべき。フランスによる完全な罠だなどと、コンピューターシステムの開示を要求するものなど、陰謀論を疑うポストが多数ありました。さらにルーレットの不正を疑うとともに、6試合目の女子70キロ以下で本来は63キロ級の選手が、同じく63キロ級の銅メダリストのアグベニュー選手にゴールデンスコアで一本負けした試合の判定を疑問視する声もあり、五輪の柔道は完全に八百長だった。だからフランスは団体戦で勝てた。最後の2試合でフランスに指導は与えられず、そして何とルーレットでプラス90。恥を知れ。俺は柔道の専門家じゃないけど、代表戦はこれまで見たことのない八百長だった。フランス人の女子アグベニューは反則があったのに一つも取られなかったなどのコメントがありました。そうした指摘を受け、フランス柔道連盟のステファン・ノミス会長は母国のラジオ局 RMC スポーツなどで、ルーレットのボタンを押すのは我々ではない、国際柔道連盟がやっていることだと反論。さらに不正がないように IOC 国際オリンピック連盟が管理している、全てのカテゴリーに選ばれる可能性はあったんだ。そしてルーレットがテリに当たったんだ。彼ら日本が本当に不運だったと言うしかないと強調していました。また柔道女子48キロ級で五輪5大会連続メダルの谷亮子さんは4日に放送の TBS サンデーモーニングに出演し、柔道混合団体で話題となった。ルーレットについて言及する場面があり、谷さんは決勝戦を振り返り、素晴らしい、もう全力を出し切った、お互いに素晴らしい試合だったと思いますと日仏両チームを称え、続けて、最後は代表戦になりまして、本当にどちらが勝つのか、どちらが勝ってもお互い無理ないよって感じの戦いでしたけれども、本当にリネール戦手強かったですねと解雇。抽選方法のルーレットについては、国際柔道連盟の IJF のルールにのっとってやられているので、まあその辺そうですねとしました。また試合直後のフラッシュインタビューで斉藤選手は、すみません、終盤は自分のペースになってきて、だんだんとこれからっていう時に技をかけられて防げなくて、本当に今日勝たないといつ勝つんだという場面で、勝てなくて顔向けができないです、すみませんでしたと言葉を絞り出し、鈴木啓司監督に、お前は何しに来たんだ、意地を出せ、ここで死ね、死ぬ気でやるんだ、亡くなった君の父の斉藤先生が見ていたら絶対にそう言っていると檄をかけられたことを明かしました。これを見た上でネットでは、スリリングな試合、終わりの見えない試合、リネールの選出を許した抽選に助けられ、フランスは勇敢な対戦相手である日本を相手に金メダルをものにしたと斉藤選手を称えるコメントもあり、メダル表彰式では斉藤選手への場内から拍手や歓声がひときわ大きかったといいます。いかがでしたでしょうか。今回はの決着方法についてや、それについてのメディアの反応、フランス柔道連盟会長のコメントなどについて紹介していきました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。